はい、大変長らくお待たせしました、ただいまより北陸アイドル部のライブを開催します。はい、アイドルの皆さんよろしくお願いします。盛大な拍手お願いします。Thank you.
手拍子とかありがとうございます。初めて私たちここ加賀市にやってきました。イエーイイエーイ、ありがとうございます。そうですね、初めましての方々いらっしゃると思うので、ここで北陸アイドル部自己紹介させてください。じゃあまずはリカ。はい、皆さんすいません、皆さんこんばんは。北陸アイドル部のちょっぴりかくま中学3年生14歳の三井凛香です。よろしくお願いします。イエーイ。はい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 、ハイテンションモンスターの高校1年生15歳ゆなのこと坂井ゆなです。皆さんを自動にする勢いで頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。はい、こんがり肌の17歳高校2年生の吉井明です。よくハーフに間違われるけど純日本人です。 I have the power to make you smile。 みんなが笑顔になりますように。ラブや、よろしくお願いします。イエーイ。はい、おはこんにちは、ちーちゃんこと山田幸香です。今日もちーちゃんスマイルで頑張るので応援よろしくお願いします。イエーイ。はい、川根マリア、川根マリアです。加賀市出身で、今日は初めて加賀市に来れてすごく嬉しいです。応援してくれ応援してくれると嬉しいです。お願いします。イエーイ。はい、はい、勉強も普通、運動も普通、成績はオール3のミス平均点がある中学3年生14歳の太田姫子です。今日も一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。はい、北陸最年長の思います。次の曲はちょっとイメージが、さっきの曲とはイメージがちょっと変わって大人っぽいかっこいい曲になってます。それでは聴いていただきたいと思います。聴いてください。
イメロ、2曲目がスパークという曲なんですけれども、私たち北陸アイドル部はですね、6月の12日で活動を開始して1年が経ちまして、来月9月24日に CD リリースが決定しました。ありがとうございます。本当はそれはですね、私たちの力ではなく、こうやってカメラとか毎回構えてくださる皆さん、そしてこうやって今手拍子や掛け声などくださる皆さんの温かい声援、応援のおかげです。皆さん本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。そんな私たちの皆さんへの感謝の気持ちがたくさん込められた CD になっていますので、皆さんぜひ聴いていただきたいなと思います。ぜひぜひ北陸アイドル部の CD よろしくお願いします。はい、それでですね、先ほどですね、川根マリアさん、マリア様がですね、北陸アイドル部のマリア様が加賀市出身ということで、ね、マリアちゃん拍手、早速拍手ありがとうございます。マリアさん、なんか加賀市のなんかおすすめな有名な食べ物とか、おすすめスポットとかありますか？山代温泉でいうと、プレーンの羊羹がすごく大好きです。羊羹、羊羹美味しい。この辺で食べられる、もうすぐそこ、あ、そこですよね。すぐそこにあるんですね。ご存知の方もいらっしゃるんじゃないですかね。羊羹だそうです。ねー、ちょっと羊羹、あ、なんかそんなイメージがあんまりなかったんですけど、羊羹とかがあるんです。和菓子が有名ということでしょうかね。あ、でも、あの和菓子に温泉が3つあるんですけど、でその中の、山代温泉、山中温泉、片山津温泉があるんですけど、山代温泉が一番好きなお湯です。あ、お湯はまたそれぞれ違うということで、あ、じゃあもうアイドル部3種類全部入りたいですね。入りましょう。終わった後に、終わった後にちょっと入らせていただきたいなと思います。はい、じゃあマリアさん、次はどんな曲でしょうかね。と続いては、ハッピー満タンという曲です。あ、はい、はい、みんなで曲紹介します。それでは聴いてください。ハッピー満タン。Oh,
ちょっとありがとうございます。フォーメーションチェンジしましょうかね。はい、ありがとうございます。初めて大丈夫かな、初めてですね、加賀市にやってきました。多分北陸アイドル部知ってるよっていう方いらっしゃいますか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。でもね、ほとんどの方が初めましてですよね。私たち北陸アイドル部、北陸を音楽で元気にということで活動しております。毎月定期公演を行わせていただいておりまして、第4日曜日に行っております。今月はですね、なんと今週末の8月27日に金沢市にあるダブル金沢というところで行っております。ちょっと北陸アイドル部興味を持ってくださった方、もっと曲聴きたいなとか、私たちに会いたいなと思ってくださった方がいらっしゃれば、ぜひぜひ金沢市の方にお越しください。お願いします、お願いします、ありがとうございます。はい、まあ女小豆児童村祭ということで、焼き鳥とか焼きそばとか美味しい食べ物たくさんいただきました。自己員の方々ありがとうございます。本当に美味しかったです、ありがとうございます。美味しかったです、とても。はい、ね、マリアさん、加賀市はもう温かい方たちばかりですね。はい、はい、そうなんです、すごい優しい方ばっかりで、ばっかりで、もうマリア様のようにもう輝かしい方々ばかりということで、ちょっと違う違ったはい、ありがとうございます。ということで、私たちハンブリカデブ次で最後の曲になります。最後はですね、皆さんと一緒にちょっとこう気持ちを一つに盛り上がりたい曲になっているので、じゃあユナちょっと振り付けをね、皆さんにレクチャーしましょう。はい、最後の曲は Today という曲なんですけど、サビに手を上に上げて右左右左っていう大きく振る振り付けがあるので、皆さんよかったら一緒にやって盛り上がりましょう。はい、さあ行きます。大丈夫か。大丈夫です。それでは聴いてください。 Today
ひ呼んでください。また会いましょう。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ショーズ祭りの街の皆さん、こんばんは。先ほどすごい素晴らしいステージ、元気なステージを見せてくれた北陸アイドル部の僕はプロデュースさせてもらってます、シアトルスタンダルカフェシアスタというバンドのボーカルの中島正太です。よろしくお願いします。ですね、今日は商店街の皆さんとかのリクエストでちょっとまだやったことがない初めての試みをやってみようと思います。今年10月29日に開催されます金沢マラソン、その金沢マラソンの公式応援ソングを僕のバンドシアスタが歌ってるんですけれども、そのつながりで、北陸アイドルのみんなが、金沢マラソンの公式応援リーダーという形に任命されました。ありがとうございます。そして彼女たちが、大会を盛り上げるために、金沢マラソンの応援ダンスというのを踊ってます。で今日は、まだ本当金沢でもやったことがないんですけど、僕が作ったその金沢マラソンの歌を僕が歌いますんで、それをみんな合わせて踊ってくれます。で商店街の方も実際に走られる方、金沢マラソンを走られる方もたくさんいらっしゃるということで、リクエストにお答えして皆さんと一緒にこう最後一曲楽しんでいきたいと思うんですけども、皆さんついてきてください。よろしくお願いします。それでは大丈夫そうですか。いきますか。金沢マラソンの公式応援ソング、美味しそうなんだ。食べてよ、食べてよ、ないので食べながら行こう。はい、聞いてください。風になれ。入りました。はい、手拍子お願いします。走り抜け走り抜け、果てない夢を、最高な笑顔のゴールテープまで、風になれ。山城を盛り上がっていきましょう。そしてピース V さんいくよ。せーの、
緒にピースねー、イエーイ、ありがとうございます、おばあちゃん。ありがとうございました。最後に盛大な拍手お願いします。はい、続いて、あ、もう始まってます。日本一危険な花火大会、あの火の粉が飛んでまいりますので大変危険ですのでお気をつけください。花火師は、山城温泉女上手カリスマ美容師中根直人、片身のことならお任せ山谷義正、そして花火を持たせると日本一危険なところに変身する川端悟です。拍手お願いします。この後8時より町峰ボタン会による人形の夕べ
そして山城温泉大戻り始まります。